レンゲ名人とゲント名人ジュニアタンのスターラディッシュ講座の時間なのです。おいレンゲ、なんで俺はジュニアなんだよ。それでは始まるのです。あ、もうさあ、スターラディッシュ講座の始まりなのです。これを覚えれば誰でも最高得点が狙えるのですに。初めに来る敵は大したことがないぜ。よっと、このプラットは300点、アルーは1体400点なので残さず倒すのです。あまり動きすぎると逆にやられるから落ち着いてな。柱を破壊するとスターが出てくるのですに、残らず取ると高得点なのです。ちなみにこれで手に入るボーナスは1500点だ。おっと、パワーアップだ。これで3方向ショットなのです。ジグーは何匹か放置しておくと取りやすくなるのですに。高得点を狙うには地上物は残らず破壊することだな。なんとこれで6方向ショット、最強装備なのです。まるでエース王の時期の指導のようにかっこいいのです。関係ねえ話するなよな、レンゲ。鬼アラートです。中物のシャドウだ。正体を表す前に打ち込むのです。トリュウトリュウ、空中巨大基地ユリゼンなのです。レーザーと拡散弾を撃ってくる強敵だ。注意しろよ。ってあぶねえ。鬼ゲントジュニアと油断してると死んでしまうのです。危ないのです。なあ、うるせえ。ゲーム内でもこっちでも喋るんじゃねえ。やられちまうじゃねえか。そもそもゲントジュニアってなんだ。おみょー、時間がなくなってきたのです。これでレンゲ名人とゲント名人ジュニアタンのスターラディッシュ講座は終了なのですに。ではこの先はドキマジョプラスで。うわー、やられた。ブーニー。